はい、ぶっつけ本番で始めて今度5本目。ここら辺がいいか。よいしょ。ナイフ自体は柄が太いから持ちやすいっすよね。三国内刃物店。これ目が出てるな。よし、こんなもん。この太さ。ちょっと遅いな。これ曲がってて嫌なんだよな。これ踏んで切ろう。どこで切る？ここまっすぐかな。ここまっすぐだな。よいしょ。ちょっと遅いか。まあいいや。なんとでもなる。なせばなる。よし、じゃあこっちだ。ここ。二目でいくか。刃が厚いからあれだよな。こう割る時の角度がよくまだつかめてない。ここで形成層バッチリ。こっちも下がついてるぞ。これでいっか。これを一目二目だな。あ、入りすぎた。じゃあ二目。ああ、またこっち置いちゃった。サックにせっかく鞘があるのによ。太めに入れて良さそうだぞ。こんくらいか。角度。ああ、一気にいっちゃった。ああ、平らに削れてない。ああ、でもこっちも合ってるからいいや。
よいしょ。2、4、6。じゃあこれで止め、一旦止め。